はい、えー、今回はですねミスターマイアミさんに、えー、こう動画いただきましたルミネのすごい販売士さんの話が YouTube 的にも参考になったということですねこれタイトルいいですねこういうことの積み重ねが SEO を生んでいくんですよおすごいルミネというねタイトルそれから YouTube というキーワード うん速化塾っていうのとか久保哲郎もなかなかいいんじゃないですかね。これね、たくさんやっていくと本当に SEO 効果出ますんでね。プラス、ミスターマヤ弓さんの場合は、この日本語のタイトルの脇にですね、英語のタイトルとか英語のキーワードを入れといてもいいかなと思うし、タイトルにハッシュタグを入れるっていうね、そういう小技もありますんで、まあ、すぐではなくてもいいんでね、意識してみてください。で、今回ですね、えー、動画の内容について私も返信をさせていただきますけどもあの、このルミネのすごい販売員さんっていうのは、その卓越したスキルを、 YouTube 化したりとか教育教材にして販売することもできる要するに横展開できるんですよねビジネスの、うん、だから職場の中で頑張っていい成績を収めたらどうやったらああいういい成績を収めるの収めれるのかなというふうに興味を持っていただけるんですよじゃあそれを情報発信すれば集客にできたりとかね、えー、アクセスが稼げたりとか直球でお金が現金が稼げたりってこともありえるわけなんですよだから皆さんのいる分野でぜひね、えー、プロになってほしいと 上級プロになってほしいいと思いますそうなるとインターネットで情報発信することの凄みも出てくるし収入も上がるんですよ。うん平たく言うとですね今いる職場で結果が出ない人がインターネットを使っても大した結果が出ないっていうふうに考えた方がいいというそういう風うなね考え方が一つあります。もう1つはこの発想を逆転取った方法なんですよ どういうことかっていうと、会社でうだつが上がらない。頑張ってるんだけど結果が出ない。これを毎日発信するんですよ。こんな工夫したけどダメでした。こういうふうに上司の人と話し合ったけど却下されました。こういうことずっとずっといくとですね、ほとんどの従業員の方とほとんどの労働者の方って同じ悩みを抱えて同じ矛盾を抱えてるんですよ。ですから、わかるわその気持ちって感じでね、共感してくれるんですよ。ということでですね、結局情報発信っていうのは、 上級レベルからの情報発信も一般レベルからの情報発信もどっちも当たるってことなんですよだからやらないと損ですよって言ってるんですよただ何が当たるのか個別のものはわかりませんですんでいろんなものをやってみてね広く浅くやってみて当たったものに特化していくこの繰り返しで PV を上げていくアクセスを稼いでいくっていう方法をとったらいかがかなと思います、えー、今までね、えー、虎の巻っていうのでお伝えしてきたことがここでしっかりと伏線が回収できてなるほどっていう風に感じていただけたんではないでしょうか引き続き YouTube よろしくお願いします よろしくお願いします。頑張ってください。